生涯をかけて同じ謎を解こうとする人の気持ち分かりますか？全然。アンダーソン刑事はそんなうちの一人でした。警察で30年間勤務した彼は様々な謎を解き、何百人という窃盗犯を捕まえ、何千という命を救った人物。彼の手にかかれば数多くの事件は解決に向かったのです。25歳にして毎年整形で顔を変えていた窃盗犯を逮捕。30歳では世界中で発生していた脱獄事件も解決しました。38歳では火山の火口に隠されていた秘密結社のアジトを発見し、50代に入った頃には世の中のほぼ全ての怪奇現象を説明できるほどになっていました。しかしそんな彼でも解くことのできない謎が一つあったのです。50年代には航空機の失踪事件が2件発生していました。アンダーソンはこの事件の解決を試みていたのです。事件発生当時の彼はまだ少年でした。そのため彼の手元には噂程度の情報しか集まっていませんでした。しかしその日はアンダーソンに典型が降りてきていました。今日こそはついにこの謎を解くことができるに違いない。彼はそう思いました。しかしそのためには再びこの物語を洗い直さなくてはなりません。アンダーソンはクローゼットを開き、事件についての詳細な記事が書かれた古い雑誌を2冊取り出しました。一つは1955年7月1日に起こったもの。パンアメリカ航空914便は61名の乗員乗客を乗せてニューヨークの空港を離陸しようとしていました。この飛行機はプロペラ式のエンジンを搭載した旧型機。シートベルトが着用され滑走路へのタキシングを済ませると航空機は加速し離陸し、高度を上げて見えなくなっていきました。目的地はフロリダ。飛行予定時間は3時間でした。しかし管制官がレーダーに注目する中、突然パンアメリカ航空914便は姿を消してしまったのです。オペレーターがパイロットとの通信を試みましたが返答はありません。ニューヨークの空港からフロリダへ問い合わせても914便はフロリダにも到着していませんでした。仮に航空機が墜落したり嵐に見舞われたりした場合にはパイロットがその都度報告することが通例です。しかし今回はそのような通信もなく姿が消えたのです。幾度という試みの後、大規模な捜索隊が組まれました。その結果914便の通信は大西洋上で途絶えていたことが分かりました。航空会社は証拠や遺留品の発見を待たずして914便が大西洋上に墜落したと発表。通常このような墜落が起こった場合にはその残骸が発見されるのが普通です。あるいは荷物の類が岸に打ち上げられる場合もあります。しかし今回ばかりは何も発見されていないのです。救難信号は出されず衝突の痕跡もなし、まるで虚空に消え去ったかのような失踪事件。この事件は37年間忘れ去られていました。しかしそこで不思議なことが起こりました。1992年のベネズエラカラカス空港、そこで管制官が所属不明の航空機から通信を受けました。その時その空域には何も飛行していないはずだったため、これは非常に奇妙なことです。フライトのスケジュールもありませんでした。その航空機が着陸を開始したところで管制官たちは異変に気づきました。その航空機は非常に古めかしいものでプロペラエンジンを搭載していました。着陸後パイロットから入った通信は一言、我々は今どこにいる?でした。管制官がパイロットの所属を尋ねると数秒後にこう答えが返ってきたのです。当機はパンアメリカ航空914便、ニューヨーク発フロリダ行きだ。乗員4名、乗客57名を乗せている。管制官は混乱しました。彼もスタッフも皆がこの航空機がどのようなものなのかを知っていました。37年という時を経て 2000km 離れた場所に着陸したこの航空機はその間一体どこで何をしていたのでしょう。しばらくして管制官はマイクをオンにしこう告げました。今日は1992年9月9日だ。君たちはそのことを知っているのか?長い沈黙が続いた後、パイロットの慌てた声が返ってきました。なんだって?ジミー、ここはどこだ?いや、近づくんじゃない。我々は今すぐ離陸する。フロントガラス越しに恐怖に駆られたパイロットが手を振る姿が見えました。
そして914便はエンジンを再び始動させ加速し、そのまま離陸していきました。管制官が静止しても返事はありませんでした。914便はそのまま空へと消え、その後二度とその姿を見せることはありませんでした。アンダーソン刑事は記事を読み終えると眉をしかめ窓の外を見ました。外では雨が窓を叩いていました。まるで彼の心情を表すかのように、彼にはこの飛行機に起こった出来事が分かりかけていました。手がかりはすべてそこにありました。そう、彼の目の前に。しかしその確証を得るためにはもう一つの事件を検証しなくてはなりません。1989年に掲載されたもう一つの記事です。この事件が起こったのは1954年、サンチアゴ航空513便は西ドイツの空港から離陸、18時間でブラジルに着陸する予定でした。乗客は88名、乗員は4名。この513便もまた雲の中に入ったきり、忽然とレーダーから姿を消しました。管制官がパイロットとの通信を試みたものの応答はなし。18時間後、ブラジルの空港に連絡をしても相手側の管制官も着陸を確認できず、パイロットとの通信を行うことができませんでした。捜索は何ヶ月も続いたものの手がかりはありません。これもまたパンアメリカ航空914便と同様の事件となりました。航空機が大西洋上でレーダーから姿を消し、その2年後に捜索が打ち切られたのです。そしてサンチアゴ航空はその運航を停止することになりました。1989年10月12日、ブラジルの管制官がレーダーに突然現れた機影を確認しました。通信を投げかけても応答はなし。その航空機はただただ空港上空を旋回し続けていました。その航空機は数分後に着陸したものの動きはなし。タラップを下ろすことも乗客が出てくることもなく、パイロットからの応答もありませんでした。完全に無傷な機体を見て管制官の一人が、これが35年間失踪していたサンチアゴ航空513便だと気づきました。スタッフが近づくと航空機のドアが開きました。その中の光景を見た皆は恐怖で凍りつきました。集まった警察、税関職員、医師、その他の空港スタッフは皆その場で固まってしまったのです。航空機の中には生きている人間は誰一人としていませんでした。それでも1954年に失踪した航空機が35年後に完全な状態で現れたという事実について、その理由を突き止めることができた者は一人もいません。アンダーソン刑事は2つの物語の共通点に気づきました。パンアメリカ航空914便は1955年に失踪、サンチアゴ航空513便は1954年に失踪。事件は1年違いで起こっています。アンダーソン刑事は悩みつつも、もう一つの共通点に注目しました。2つの航空機はどちらも大西洋上で消息を絶っています。確かに大西洋といえば幽霊船や怪奇現象が起こると言われているバミューダトライアングルのある場所です。アンダーソン刑事は2つの記事をくまなく見比べ、全てを理解しました。そう、確かに答えは彼の目の前にあったのです。どちらの記事も同じ新聞に掲載されていたものでした。そもそも航空機と通信を試みた管制官など存在していなかったのです。この乗客について知っている人も誰もいません。航空機の失踪事件について記事を書いていた新聞はただこの1社のみ。まるで全く同じ事件を日付と場所、便名だけを変えて再度掲載したような。そう、この事件は解決しました。全てはでっち上げだったのです。外の雨が止みました。アンダーソン刑事は窓の外を覗き、次、パイロットたちは勤務中同じ食事を取ることができません。太陽を横断するフライト中だとしましょう。飛行機は太平洋の上を飛んでいます。フライトアテンダントが夕食を配り、乗客は美味しいパスタを食べています。でもパスタソースの味が少し変です。まあ大丈夫でしょう、所詮機内食ですから。五つ星シェフの料理のようにはいきません。時間が経って、やっぱりそうでした、さっきの食事はやはり良くなかったのです。ですが全ての乗客に問題が発生したとしたら、パイロットたちだってそうです。二人とも仕事ができなくなる事態を避けるため、パイロットたちは同じものを同時に食べないよう勧告されています。
それだと一人の具合が悪くなったとしても、もう一人が仕事を引き受けられます。連邦航空局の絶対の規則というわけではありませんが、多くの航空会社はこの件に関して独自のルールを設けています。フライトアテンダントは、除細動器や酸素吸入器、消火器、ダクトテープといった隠された備品にアクセスできます。ですが、おそらく一番興味深い備品は手錠でしょう。乗客を他者から、そして時には他の乗客から保護するために使われます。フライトアテンダントは危険人物から被害を受けないための道具を備えているんですね。映画に出てくるパイロットがつけているアビエーターサングラスはかっこいいですが、現実はパイロットは偏光サングラスをかけません。第一に、これには光をカットする効果があります。これだとコックピットで困ることがあるのです。パイロットは機器を確認する必要がありますが、 LCD ディスプレイなどコックピットには変光した光を出すものがあります。ですので、かっこいい変光サングラスをつけているパイロットはディスプレイを 100% 正確に読めません。単純に安全性の面でかけられないのです。他の飛行機のフロントガラスから明るい光が出ているのに、パイロットが変光サングラスのせいで信号を見逃すなんてことがあったら恐ろしいですよね。飛行機の尾翼に穴があるのを知っていますか？ほとんどの旅客機にあるんですよ。今度飛行機に乗る機会があればよく見てみてください。この穴には補助動力装置という立派な名前があります。外からは穴に見えますが、実はタービンエンジンが隠れているんです。フライト中のほとんどの時間、この補助動力装置はオフになっていますが、着陸の時に使われます。客室の電気やエアコン、コックピットの電子機器に電力供給するんです。でも補助動力装置のパワーを見くびらないでください。主エンジンをスタートするのに必要な電力を供給することもできますからね。ブライトサイドの動画を見て補助動力装置のことが分かりましたね。初対面の人との話のきっかけとして使えるかもしれません。でも残念ながらおしゃべりをする気分ではありません。飛行機に乗って着陸し、バケーションを楽しみたいのです。ですが、搭乗するためのドアは一つしかありませんよね。あなたは列の最後尾にいます。なぜ飛行機には複数のドアがないのでしょうか。専門家によると、理由はボーディングブリッジがスペースを取りすぎるからだそうです。飛行機の前と後ろに入り口があったら、スロットを2つ取ります。これは管理者にとって都合がよくありません。古いターミナルよりも新しく改装されたり建設されたりしたターミナルには搭乗口が2つある傾向があります。景色を変えてクルーズ船に乗りましょう。船の中には秘密の通路やドアがあるんです。これは関係者からの情報です。船のスタッフは多くの場合決められた場所で仕事をします。乗客の使う階段やドアを通らずにどうやって移動するのでしょうか。船全体にクルーのみが通る廊下や階段が網状に張り巡らされているんです。秘密のドアというのは文字通りそうで壁に溶け込んでいます。ですのでドアの場所を知らない人には見つかることがありません。でも偶然巡り合うことがあるかもしれませんよ。ヒントは乗客用の階段の近くの壁です。巨大なクルーズ船は水に浮かぶ金属です。クルーズ船の客室に関する豆知識をお教えします。クルーズ船の客室の壁は磁気を帯びています。1ヶ月間で複数の国を巡るクルーズ船の旅をしているとしましょう。行き先でお土産のマグネットを買ったら部屋を飾れるんですよ。本物のクルーズファンはこのマグネットの魔法を知っていて、荷物に磁石のフックをいくつか入れています。部屋にこのフックをくっつけたら服や小物、はがき、帽子などいろんなものをかけられますよ。船といえば常に水が出っ放しの小さな穴のある船やボートがあるのはなぜでしょう。ビルジの部分に水がたまらないようにするためです。ビルジの中には時間とともに水がたまるので自動的に排出しているんです。船にはヘッドライトがありません。ヘッドライトがあれば事故を防げるかもしれませんよね。車にあるのになぜ船にはないのでしょうか。ヘッドライトは光源ですが、そこから出ている光はいつか跳ね返ってきます。例えば車なら照らしたい場所が狭くて道に障害物があればすぐに対応できるのでヘッドライトは便利です。一方船の場合はそうはいきません。光源は船長が見たい場所をすべて照らせる強力なものでなければいけません。
例えば大型の貨物船は止まったり何らかの対応策を取るのに1キロ以上が必要です。それに前方をすべて照らすのに船のライトはどれほどの明るさを必要とするか考えてみてください。船同士はナビゲーションライトという違った種類の光でお互いが見えています。小さいけれど実用的なんですよ。標準化されていますので船はお互いが見えるんです。面白いことに互いを見つけられるのは暗い時だけではないんですよ。動きや方向も認識できます。例えばナビゲーションライトが2つついた船があるとします。前のライトは低く船底の近くについています。後ろについているもう一つのライトは高いところについています。これは船が右に行くということを意味します。それでぶつからずに通ることができるんです。電車にはシートベルトがありません。ちょっと変ですよね。列車の衝突事故があるたびにこれが問題になります。世界中大体どこでも電車にシートベルトはありません。この問題に関してはいろいろな研究がされています。事故のシミュレーションをした研究もあり驚くべき結果が出ているんですよ。電車でシートベルトを締めると怪我の件数が増える可能性があるんです。車の場合はシートベルトは乗車している人の安全にとても効果的なため常に締めますね。シートベルトの論理は衝突で急速な減速が起こった時人を保護するというものです。しかし電車はとても勢いがあるのですぐには止まりません。飛行機では乗客は離陸時と着陸時、乱気流に入った時にベルトを締めます。電車にはそういうことはありませんよね。駅に入ったり出たりするのにそれほど危険はありません。専門家によると電車の安全性を改善するには集中や投資が大事なんだそうです。電車に乗っていて窓の外を見ると線路に沿って小さな石がありますが、この石はあなたの旅をお供します。このような石は以前はバラストとして知られていてとても大事な役目があるんです。線路を支えメンテナンスもしているんです。ただの偶然で置いてあるのではありませんよ。石にもっと近づいて見てみましょう。線路には平らに切ってある石は一つもありません。普通の石が適当に線路に置かれているのではないのです。一つ一つの石は端が角張っています。角張っていると崩れにくくなります。それで線路を激しい振動から守っているんです。大雨の時に水が吐けやすくしたり雑草が生えるのも防げます。これを丸い小石に変えたとしたら崩れてしまいます。そしてやがて砂利は散らばって線路は崩壊します。電車の乗客としては絶対避けたい事態ですよね。定員19人以上の旅客機にはクラッシュアックスと呼ばれる斧が取り付けられています。この斧は消防のために装備されていて、電気火災が発生した際に乗組員がコックピットやその他のパネルを叩き破るためのもの。さらに何らかの事故が発生し人々を避難させなければならない状況でもパイロットがフロントガラスを叩き壊すことができるようになっているのです。旅客機の大半は太陽放射とその影響から機体を保護するために白く塗装されています。さらに航空機は暑い国の空港で乗客が機内を出入りする際にも機内を涼しく保たなければなりません。白い塗装は日光を反射させ複合素材でできた部品を保護し高高度での紫外線による損傷を防止しているんです。民間航空機は離陸時の安定性と安全性のために最低でも時速 250km に達しなければなりません。小型の飛行機の中には時速 50km でも高度を維持できるものもありますが、飛行機の速度が下がると不安定になりやすく離陸に失敗する可能性さえあります。飛行機が飛んだ後に残る飛行機雲は水蒸気によって発生します。飛行機の巡航高度が1万メートルに達すると気温がマイナス55度ほどにまで低下します。エンジンが燃料を燃焼する際に発生する水蒸気が冷やされて氷の粒子になるのです。これらの粒子が見え続ける時間は湿度によって変わってきます。湿度が高いと飛行機が飛び去った後も雲は広がり空に残ります。世界中の飛行機はほぼ毎日落雷に見舞われています。商用機の場合平均して年に一度は雷に打たれています。落雷の発生する頻度は様々な要因によって異なります。また雷は主に4500メートルから
8500m の高度で発生するため、飛行機の離着陸の回数や飛行する地域によっても異なるのです。赤道周辺で飛行機が落雷に遭う可能性が世界の他の地域よりも高いことが例として挙げられます。現代の飛行機は雷の衝撃に耐えられるように設計されていて、落雷に耐えられることを証明するために特別な雷のテストをパスしなければなりません。大抵の飛行機が最高1万1000メートルの高度で飛行しているのは空気が薄くなり空力抵抗が減るなど様々な利点があるためです。その結果燃料の消費量も減らすことにもつながります。さらに温度も低くジェットエンジンをより効率的に作動させられるんです。その上大気中の乱気流も少なくフライトをスムーズにすることもできます。飛行機の中には宇宙に到達したものもありますが普通の空港で見られる航空機ではありません。従来の飛行機は上昇するために空気を必要としますが基本的に宇宙は真空状態なので空気がありません。宇宙に到達した最初の飛行機は約70年前に設計されました。そして薄く短い翼で揚力と安定性を得て最初の飛行中に音速の5倍以上の速度で飛行することに成功しています。宇宙には最低でも60外の惑星があると考えられています。この数の多さを実感するためには地球の質量がクマの約10垓倍であることを考えれば分かりやすいでしょう。全ての惑星は立方体や三角形や他の形をしておらず必ず球体をしています。誕生する前の惑星は恒星の周りを周回する塵と岩の雲に過ぎません。でも重力によって互いに引き合い始め塊になり他の物質を引きつけ始めます。そして軌道上にあるものを吸収し終えるまで大きくなり続けるのです。重力は全ての方向に等しく作用しているためいずれ塊は丸くなり始めますが完璧な球体になることはありません。地球の場合も球体に近い形をしていますが自転によって中央が膨らんでいます。地球は地軸を中心に回転し続けているので中央の部分が上部よりも遠くに移動し始めます。赤道の付近は極の付近よりも早く移動しています。そして回転する速度が速くなるほど物質は遠心力によって外側に移動することになるのです。音は空気中よりも水中の方が4倍速く伝わります。波は密度の高い物質の中でより速く移動できるのです。密度の高い物質のように粒子の間隔が接近している方がお互いにぶつかりやすくなります。水は密度が高く、ペットボトルの中に入った水の粒子の数は同じサイズの空気の入ったボトルの約800倍です。泡は空気を石鹸水などの薄い膜に閉じ込めた際に発生するため、丸い形をしています。膜内の分子が互いに引きつけ合い、くっつき合って球状になるのは、一定の容積を最小限の表面面積で覆うことができる形だからなんです。内部に空気が閉じ込められているので、それ以上小さくなることはできないということです。鉛筆をダイヤモンドに変えれるって知っていましたか？1400度の温度下で5万5000気圧を加えると、グラファイトはダイヤモンドに変化します。実際のところ、同じ化学元素の炭素が違った状態で存在しているだけだからです。ちなみに、ダイヤモンドは宝石としてだけでなく、電子機器の切削工具など様々な用途があります。ビーバーは川沿いで複雑で効果的なダムを作ることができます。このようにして狼やクマのような野生動物の餌食にならないように身を守っているのです。でも実際にはダムに住んではおらず深い水のプールや池などの障壁として使っているのです。そして本当の巣はプールの中にあり小さな島やドームのロッジのような形をしています。ビーバーは乾燥した安全な場所に巣を作るので食べ物を保管することもできます。そのプールは陸上動物を追い払うことができるほどの深さがあります。ビーバーは巣の入り口につながるよう水中にトンネルを掘っておくので捕食者などの危険が迫った際にすぐに逃げることができるのです。シマウマやゾウ、馬、フラミンゴなどの鳥は立ったまま眠ることができます。牛も立ったまま眠れますが休息する際には横になって寝ます。
立ったまま眠れる動物の足は地面に対して垂直になっていなければなりません。そうすると寝ている間、立ち続けるための筋肉を使わずに済むのです。これらの動物の膝は所定の位置でロックできるようになっています。これらの動物は捕食者に襲われた時、すぐに反応できるように立ったまま寝ているのです。不快な状況や緊張している時に顔がにやけるのは、自分の本当の感情を隠そうとしているからなんです。例えば恥ずかしい時には笑って恥ずかしさを隠そうとします。笑っている時の方がリラックスしやすいので、不快な状況で緊張しながら笑うと否定的な感情を和らげる効果があります。ペットボトルに入った飲料水には賞味期限が印字してありますよね。それは水が腐るからではなく、プラスチックが時間の経過とともに水に浸出し始めるので、人体に悪影響を及ぼす化学物質が溶け出すのを防ぐためなんです。月には独自の時間帯があります。天文学者たちは月面着陸した宇宙飛行士のために特別な時計を製作しました。この時計は月が自転しながら地球の周りを公転するための錯望月、つまり月の満ち欠けに合わせてデザインしたもの。ちなみに錯望月は約30地球日です。未焙煎コーヒー豆を70度から100度のサウナに入れるとカフェインを抜くことができます。コーヒー1杯あたりのカフェインの含有量が 10mg 以下になるとデカフェコーヒーに分類されます。ちなみに普通の1杯のコーヒーには 50mg から 75mg のカフェインが含まれています。地球の自転には理由があると考えられています。太陽系は45億年前に形成されましたが、当時は塵とガスの荒れ狂う雲が存在していました。雲の中の分子や原子は特定の方向に回転する傾向がありましたが、その雲が重力によって崩壊し、回転が拡大され平らな円盤状になったのです。その後地球はその円盤の中で形成されたので、未だにその親である雲の動きと同じように回転しているのです。その旅客機は離陸から25秒後に奇妙な音と振動を感じ始めました。あらゆる方法で状況を改善しようとしてもうまくいきません。エンジンの失速は続いています。離陸から1分後、旅客機は上空 1km の地点にいました。その時点で両方のエンジンは停止していました。まず右エンジン、そして2秒後に左エンジン。パイロットは空港に引き返す決断を下し、同時にエンジンの再始動を試みました。しかしこれもうまくいきません。パイロットたちは機首を下に向け、滑空のための加速を得ようとしました。しかし直にそれでは空港までたどり着けないことが分かりました。果たして旅客機は墜落するのでしょうか。今回の物語はゴッドローラの奇跡と呼ばれるある出来事です。その日はいつも通りの朝でした。フライト前の手順も同じ。天気は良好、フライトクルーはベテラン揃い。デンマーク人の機長は44歳で8000時間以上の飛行経験を持っています。副操縦士はスウェーデン人パイロットで、飛行時間は3000時間。問題が起こるはずがありません。通称ダナ・バイキングと呼ばれるマクドネル・ダグラス機も初飛行が行われたのは1991年3月16日と、その日までまだ9ヶ月しか稼働していない新品の機体です。乗り込んでいたのは乗客122名と乗務員7名。スカンジナビア航空751便はスウェーデン・ストックホルム発、ポーランド・ワルシャワ行き、途中でデンマーク・コペンハーゲンを経由する予定でした。旅客機は午前8時47分にストックホルムを定刻通りに出発。しかしその時点ですでにこの事故は運命づけられていました。問題は離陸前に発生していたのです。前日の夜午後10時9分にチューリッヒからストックホルム空港へ到着したこの機体は、ゲートの外で夜を明かしました。その夜の気温は1度、あと少しで水が凍る温度です。状況を悪化させたのは2トン以上の燃料。飛行中に冷え切ったこの燃料は未だに両翼の燃料タンクに収まっていたのです。巡航高度の気温はマイナス60度からマイナス80度、飛行時間は1時間40分でした。深夜を過ぎた頃、メカニックが機体のチェックに訪れました。彼は降着装置を点検のために泥を落とし、2時過ぎに戻る際、翼の上に氷が固まっていることに気づきました。
朝になるとこの状況はさらに悪化。翼の上に目で見てはわからない氷が張っていたのです。旅客機はゲートを離陸の1時間前午前8時30分に出発せねばなりませんでした。メカニックは翼の下側に氷がくっついていることに気づき、翼の上にもそのような氷がないか確認しようとしました。はしごを登り、翼に膝をつき、翼の全部を確認。見つかったのはただの泥だけでした。しかし万全を期すためにエンジンの吸気口を確認しても特に異常は見つかりません。その後彼は800リットル以上もの除氷液を使い氷を取り除きました。機長とも相談し、スタッフに翼の下側の氷も取り除かせてはどうかと話し合いました。確かにその場所に氷は存在していたのですから。しかしこの時翼の上に透明な氷が残っていないか念のためにチェックすることを誰も思いつかなかったのです。全ての作業を終えた後、メカニックは機長に氷は全て取り除かれたと伝えました。翼の上にあった雪と氷は全くなくなったのだと。機長はメカニックに礼を言い、離陸前の手順に戻りました。旅客機は滑走路へタキシングをしていました。エンジンの凍結防止システムにも異常は見られません。しかし後に乗客が語ったところによると、この時離陸時に翼から氷が滑り落ちたのが目撃されていたのです。ストックホルムへ向けた離陸は順調に進みました。しかしその直後、見逃されていた氷が落下し、フルスピード状態で両側のエンジンへと衝突、ブレードを破壊しました。これによりエンジンサージが発生してしまったのです。客室に乗客として乗り込んでいたスカンジナビア航空のパイロットパー・ホルムバーグはこの異変にすぐさま気づき、後部に座っていた乗務員に右エンジンがサージを起こしていると伝えました。それを受けた乗務員はパイロットに状況を伝えようとしましたが、それは失敗に終わりました。ホルムバーグはコックピットへ行き、パイロットたちを手伝えるかどうか尋ねました。副操縦士は非常事態のチェックリストを彼に渡し、尾翼の補助パワーユニットを稼働させるように頼みました。ホルムバーグの助けは不幸中の幸いでしたが、果たしてこれで機体と乗客は救うことができるのでしょうか。高度270メートルにまで降りた頃、空港への安全な着陸はいよいよ非現実的なものになりました。どこかで不時着しなくてはなりません。ホルムバーグは客室乗務員に指示を伝え、客室は緊急着陸に備えることになりました。北には広い平原が広がっています。しかしそこに到達するほどの時間はありません。そこで機長が選んだのは進行方向の森林地帯に開けた小さな原っぱ、スウェーデンウップランド地方のゴットゥーローラ村にほど近い場所です。ホルムバーグがフラップを開いた時、機体は地上にかなり近づいていました。高度40メートルの時点で降着装置が出されました。次の瞬間、機体の後部が地面と接触し折れていきました。旅客機は速度を出したまま原っぱの上を滑っていきました。機体は降着装置で地面をえぐりながらそのまま100メートル滑っていきました。胴体は3つに分解されたものの、幸い火災は起こりませんでした。不時着現場の写真を見ると、機体が部品をばらまきながらバラバラになっている様子がわかります。そんな中で乗客129名全員が生還したというのはまさしく奇跡でした。乗務員の素早い対応と適切な対応が功を奏したのです。彼らは皆落ち着いて乗客に衝撃に備える姿勢を取るよう伝えました。また4名を除いた乗客は皆自力で機体を脱出しました。この事故は間違いなく奇跡の名にふさわしいものだったでしょう。しかし9ヶ月稼働した機体は見るも無残な姿になっていました。乗務員の対応は皆から称賛されました。不時着は刻一刻と状況の変わる危険な中で高い技術で行われていました。機長はパイロットは皆訓練を受けているが、それを実践することになるのはごく限られた数だと語り、皆が生還したことと共に乗り組んでいたクルーを誇りに思うと語りました。しかし彼は二度と旅客機のパイロットとして仕事を続けることはありませんでした。影ができるのは光の通り道に物があるから。光は直線で移動するため、光源の前に物があると影ができるのです。そしてこれは鳥や飛行機も例外ではありません。でもそれを私たちは見ることができないんです。物体を光源に近づけるほどその影は濃くなり、その反対も同じです。
物体が遠すぎるとその影が分散します。民間航空機は約 12,191m で飛行するため、このような高さでは影はもちろん、飛行機自体もほとんど見えません。地球の表面から離れすぎているため、影が散らばっているんです。鳥にも同じことが言えます。しかし巨大な小惑星が地球を通過した場合、月食や日食と同じ原理に基づき影が見えます。月が地球と太陽の間に直接あり、太陽の光線を遮るのが日食です。これにより地球の一部に影を作ります。月は太陽の400分の1ですが、我々の惑星から400倍近い距離にあるため、空では同じ大きさに見えるのです。しかし月は小さいので、その影は地球全体を覆うのに十分なサイズではなく、月の一部にしか投影されません。稲妻は三角形、直線、円ではなくジグザグの形をしています。稲妻は家の電流に似ていますが、はるかに強力、常に最も抵抗の少ない道をたどります。空気中には埃の粒子やガスなどの物質がたくさんあるので、不均一で不規則なのです。砂の山があるとしましょう。水を注ぐと、水は一直線に下向きに流れるのではなく、特定のパターンで流れ、砂の中を通る最良の方法を探しますよね。稲妻でもこれと同じことが起こります。南極には動いている巨大な海の波のように見える氷山がありますよね。その外観にもかかわらず、これらは長期間にわたって作られます。氷は風やその他の要素によって持ち上げられ、圧縮や形が作られ、最終的には波の形になるんです。血の滝は南極の氷河で血のように見える赤い液体を注ぎ出します。科学者たちは氷河の下の鉄分を多く含む塩湖が原因だと述べています。塩水は淡水よりも低い位置で凍結するので、上の氷が溶けて川が流れます。これは我々の惑星上で最も冷たい氷河なので、水は溶かすことなく絶えず流れるのです。赤い色は水中の鉄が原因。南極大陸は爬虫類を見つけることができない唯一の大陸。爬虫類は冷血動物、つまり環境の熱を使って体を暖かく保つため、南極などの冷たい氷の地域では生き残ることができません。そのためペンギンはリラックスできるんです。ヘビやワニに邪魔されることがありませんからね。サハラの領土は4分の1のみ砂です。山やオアシスがありますが、砂漠のほとんどは砂利で覆われています。それでもサハラは地球上で最大の砂漠ではないんですよ。実際には南極大陸が最大の砂漠なのです。人と同じように木も一定の年齢で成長をやめます。木が古くなり特定の高さに達すると、重力により土壌から水を引き出し、最上部まで汲み上げるのが難しくなるからであると科学者は述べています。バオバブのような種類の木は成長しきると上ではなく横に伸び始めるのです。なんと毎年1センチメートルまで膨張するんですよ。オーストラリアは世界で最も動きの速い構造プレートの一つであり、毎年北に 6.3 センチメートル移動します。これは爪と髪の毛の成長速度とほぼ同じ。テレビで何かを見ようとすることが人生を無駄にしていると感じているあなた、実は結構そうかもしれないんです。一般的に人は人生を通して 1.3 年かけてチャンネルを切り替え、見たい番組を探しているんだそうです。夜でも虹は見えます。これは月の虹、もしくはムーンボウと呼ばれる現象のこと。月の光が大気中の湿気や水滴によって反射分散される時に現れます。月の虹は主に降水量の多い地域や霧に囲まれた滝の近くで発生します。陸上に卵を落とすと間違いなく割れますが、海底 18.3 メートルでは卵にかかる大気圧が 2.8 倍になります。そのため透明な殻があるようにそのまま形を維持し、奇妙なクラゲのように見えるんです。星は実際にはきらめきません。光は一定で安定していますが、地球の大気に干渉すると空気中をぶつかって跳ね返り光が曲がります。
空気のさまざまな層は絶えず動いており、それによって光の曲がりも変化するため、きらめくように見えるのです。カナダのハドソン湾は地球の他の場所よりも重力が低い地域。宇宙のように誰もが自由に浮かんでいるわけではありませんが、自然なダイエットを体験しているように感じるかもしれませんね。重力が低いと密度も低くなるため、他のどの場所よりも体重が少なくなるんです。重力は地球の密度に依存するため不均一なんです。最後の氷河期が到来した時、ハドソン湾は 3.2km の厚さの氷河で覆われていました。とても重かったため、その下の岩を押し下げ続けたのです。2万年以上前、氷河は溶け始めましたが、湾領域はかつてそこにあった重い氷により変形したままでした。月でプレイされた唯一のスポーツ、それはゴルフ。1971年、宇宙飛行士が月に行き、2つのゴルフボールを打ち、月面の低重力大気中を飛んでいきました。万里の長城の長さは 8045km なので、その長さを歩くのに約18ヶ月間かかります。ちなみに肉眼で宇宙から見ることはできません。ロブスターは生物学的に不滅ではありません。時間とともに老化しますが、同時に細胞の修復の役割を担う特別な酵素も生成します。また、DNA を無期限に複製するため、長く生きることができるんです。海の最深部に行くと、1平方インチあたり8トンを超える強い圧力を感じることでしょう。これは、50個のジャンボ機があなたの上に乗っかっているようなもの。太陽は我々の太陽系で見つけることができる最大の物体。多くの岩だらけの惑星、ガス巨星、小惑星、準惑星がありますが、太陽は依然として太陽系の総質量の 99.8% を占めています。太陽は現在、ライフサイクルの中で最も安定した段階にありますが、約50億年後には燃料である水素が不足します。我々の惑星の大気はプリズムのように機能するので、夕日を見ることができるのです。科学はそれを散乱と呼んでいます。日没時には私たちと太陽との間の距離が長くなるので、空気中の粒子や分子が多くなります。スミレ色の短波長と青色の光の一部を異なる方向に散乱させるのです。このプロセスは太陽光線が目に届く前に何百万回も発生し、その時にオレンジや黄色など他の色のスペクトルが表示されることになります。津波は時速805キロ以上の速度に達する可能性があり、これはジェット機と同じ速さなんです。エネルギーを保持する、つまり海を横切って移動することができ、岸に到達するまでほとんどエネルギーを失うことがありません。タコは海で最も知的な生き物の一部。迷路や問題を解決し、素晴らしい短期記憶を持っています。科学者たちはタコはとても活動的な生活を送っているため、賢い生物であると信じているのです。早く動き、予測できない場所に隠れ、新しい生息地を見つけ、変わったパターンで動き、隙間に触手を入れて食べ物を手に入れます。これはすべてタコの脳が常に発達するのに十分な動きなのです。イースター島にあるあの人気の高いモアイ像には胴体があるんですよ。ただ地面の下に隠れているんです。この島には約900ものモアイ像が建てられています。科学者はニュージーランドが水面下にあるより大きな陸地の一部であることを発見しました。全土地の 94% が地表下にあるんだそうです。ジーランディアと呼ばれ、微小大陸とみなされています。いつかリストの8番目になるでしょう。今日はここまで。旅客機のシートポケットには雑誌や安全のしおり、その旅行会社の情報を記したパンフレットなどが収められています。と同時に、そこはゴミや汚れ、雑菌が大量に溜まっている場所でもあります。例えば、乗客が咳をしたり、鼻水を出したりした時、とっさにティッシュで顔を拭きますが、そのティッシュ、一旦シートポケットに入れたりしませんか？すると、
次の便に乗った乗客がそのシートポケットに私物を挟んだりするわけです。すると大量のばい菌が運ばれることになります。シートポケットがこれほど汚いのは何も不思議なことではありません。誰もがゴミをそこに入れてしまうのです。食べかけのキャンディーバーにおむつ、リンゴの芯、ナッツなどなど、生ゴミやそれ以上のゴミがそこに残されるというわけです。ゴミは一旦清掃で取り除かれますが、しっかりとしたクリーニングが行われるわけではありません。その清掃の程度は航空会社に委ねるしかありません。私たちが物を食べたり私物を乗せたりするプラスチック製のシートテーブルも機内で最も汚い場所の一つです。テーブル上にはおよそ3センチメートル四方あたり 2000CFU、 すなわち2000コロニー形成単位の雑菌がはびこっています。テーブルの表面はコップの滑り止めをする目的でザラザラとしています。この表面が雑菌がくっつくきっかけとなるのです。甘い炭酸飲料やジュースがこのテーブルにこぼれ、雑菌の繁殖環境が生まれます。雑菌にとってプラスチックの表面は人の皮膚の上と同じくらい快適なのです。清掃の行き届いていないテーブルの表面にはこのような雑菌がうようよいます。エアコンの送風口も常に誰かが操作していますし、ベルトのバックルはそういう意味では一番触れられている場所でしょう。平均的なバックルにはおよそ3センチメートル四方あたり 1000CFU のバクテリアがついています。乗客はトイレへ行くたびにバックルに手を触れます。手を洗った後でも座席に戻ろうとする乗客は揺れる機内で体勢を保つためにいくつものヘッドレストをつかみます。そうして戻った座席でベルトを締めた後、彼らは顔や目、スマホ、そして食事に手をやるのです。空港も雑菌を広げるきっかけになりかねない場所ですが、空港は清掃が行き届いています。しかし地下鉄やバス、タクシーの場合そうとも言い切れません。地下鉄の扉や荷物棚、座席、手すりはめったに清掃が行われません。ここも雑菌だらけになっています。ニューヨーク市の地下鉄は世界で最も汚い場所の一つだと言われています。すべての表面においておよそ3平方センチメートルあたり200万 CFU という数値を叩き出しています。しかもその中には新種の菌までいるのだとか。バイ菌は人によって運ばれます。トイレに持ち込まれることもあるほどです。そもそもスマホには便座の10倍の大腸菌がついていると言われています。大腸菌は消化器系の不調や発熱を引き起こす菌で、スマホのような熱を持った表面であれば何時間も生き残ることができます。最善の対策はスマホに触れる前にしっかりと手を洗うこと、それから除菌シートなどでの消毒を定期的に行うこと。現代人は昼夜問わずスマホを持ち歩いています。つまり日中拾ったばい菌はすべてスマホの上に付着するのです。リモコンも人が手を触れまくるものの一つ。しかし掃除の最中リモコンをきれいにするという発想はあまり出てきません。リモコンは床に落ちソファーの隙間に挟まります。暖かい、暗い、ゴミや汚れだらけのカビやばい菌の温床に常日頃から触れているのです。時折除菌シートでピカピカに消毒してあげましょう。バースデーケーキのろうそくを吹き消す行為も唾を撒き散らす行為だったりします。誰かが病気だったりすると残念なパーティーになってしまうかもしれません。ろうそくを吹き消すのはやめるか、毎日が誰かの誕生日なのだからちょっとの唾くらい平気だと割り切るかをしなくてはならないでしょう。 ATM には1日に何百という人がやってきます。タッチパネルを操作する人のうちの一人はおそらく何らかの病気を持っていて、インフルエンザや風邪といったウイルスを広げているでしょう。例えばインフルエンザウイルスは物の表面で2日間生きることができます。もう治ったという人でもその後しばらくはウイルスを広げる恐れもあります。 ATM は時折清掃が行われますが頻繁ではありません。大都市の場合、一つ一つの機械を拭いて回るのは労力がかかりすぎます。お札1枚を取ってもばい菌だらけということも知っておきましょう。主に大腸菌、ブドウ球菌のほか、ニキビの原因菌が潜んでいます。お札はご家庭のトイレに比べてより多くの菌を運んでいるという報告もあります。ばい菌にとっては理想的な環境なのです。
お札の額は小さいほど汚れている傾向にあります。額が小さいお金の方が使用頻度が高いためです。お札は消毒も行うことができません。しかし銀行で新札と変えてもらうことはできますから、できるだけ綺麗なお札と変えてもらえることを祈りましょう。お金に触れた後は手の消毒も忘れずに、念のためですからね。ショッピングカートも公衆便所より汚れていると言われています。便座や水洗レバーよりもです。スーパーなどで手の消毒のアルコールをよく見かけるようになりましたね。中にはその容器を都度消毒しているというところも出てきています。しかしそれでも人が手で触れる場所は汚いことは汚いのです。3センチメートル四方あたりのばい菌の数は10万個、常にきれいに保つのは不可能でしょう。歯ブラシのホルダーは濡れている上にめったに掃除がされません。お家では最も汚い場所の一つです。定期的に掃除をしていないのであれば、そこでサルモネラ菌や大腸菌、カビなどが繁殖する恐れがあります。毎週熱い石鹸水で洗って病気になることを防ぎましょう。歯ブラシは3から4ヶ月おきに交換しましょう。歯ブラシは乾燥するまでに時間がかかるため、カビや菌類が育つ温床となります。口の中には600種ほどのばい菌が住んでいます。キス1回で8000万個のばい菌が移動するとも言われています。頻繁に歯磨きをする場合、歯ブラシの表面には1000から10万個のバクテリアが住んでいます。歯磨きの頻度が低い人の場合、その数は1億から10億個に増えてしまいます。お家で一番汚れているもの、それは台所用スポンジ。濡れていて水をよく吸い、食べ物や汚れに常にこすりつけられています。作業台の上を拭いた手でその汚れを広げまくってもいますね。スポンジは清潔さを保つのが難しいものです。最善の方法は、匂いがし始めたらすぐ交換すること。スポンジが汚いのであればシンクも同様です。シンクでは果物や野菜を洗いますし、生肉も処理します。そんな中に洗い物としてお皿が置かれます。このような環境下では大腸菌やサルモネラ菌、その他もろもろの汚いものが繁殖してしまいます。表面や排水口にしがみついたばい菌が爆発的に増えてしまうのです。シンクはその都度洗いましょう。できるだけ乾燥させ、カビの繁殖を防いでください。レストランのメニューや調味料容器も清掃頻度が足りません。風邪をひいた人が先に使っていたとしたら、あなたの手や結果料理にもその菌が付着します。メニューは毎回消毒がされません。そして客は椅子やテーブル、顔、髪など汚い場所に手を触れながらメニューを眺めるのです。犬のおもちゃもばい菌やカビの繁殖を抑えるために定期的な消毒を行いましょう。犬がそれを口に含むたびに運ばれるのは口の中のばい菌だけではありません。犬の唾液が濡れた環境を作り出し、その他のばい菌が繁殖するのです。それに犬がお家やお庭で何を拾ってきたかは分かったものじゃありません。カバンやバッグにも人が考えている以上のばい菌がついています。よく汚い床の上に置きますし、トイレの床にだって置く人もいます。それをカウンターの上に、と思えば路上に、こうしていろいろなばい菌、例えばサルモネラ菌や大腸菌、カビなどを運んで回っているのです。アルコールシートをカバンに入れておくと、必要な時に取り出せて便利です。水飲み場はばい菌にとってのパラダイス。3センチメートル四方あたり200万個以上のばい菌が蛇口に住んでいます。この場所は濡れている上に人の手が頻繁に触れます。誰かが咳やくしゃみをして、それが水の中に入ると、循環式の場合は次の人がそれを飲む羽目になります。クルーズ船のダイニングルームのテーブルに置かれた料理は出来たてなのに、他の乗客たちが見当たりません。慌ててメインデッキの外に出てみると、スリッパやサンダルがたくさん転がっているのに、周りには人気が全くなし。手すりに近づいて船の外を眺めると、クルーズ船がまだ動いていることに気づきました。もちろん乗組員の姿も見当たりません。何らかの事態によって船内のどこかで全員集合していると思い、船長に聞いてみることにしました。コントロールルームに向かいながら迷路のような長い廊下を歩いています。するとドアが大きく開いていて、船がクルーズコントロールに設定されていることに気づきました。
それを見て頭の中にいくつかのシナリオが浮かんできました。一つ目のシナリオは、自分が眠っている間に全員グルになっていたずらをすることにしたというもの。もしこれが正しかったら、全員船のどこかに隠れているに違いありません。そして周りに誰もいなくてショックを受けているところに突然飛び出してきて、楽しいサプライズパーティーとケーキで祝ってくれるというもの。二つ目のシナリオは、人々がクルーズを楽しんでいる間に動物たちと一緒に全員船ごと四次元に入り込んでしまったというもの。でもその場合、なぜ自分だけ置き去りにされたのか説明がつきません。三つ目のシナリオは、近くでこの船よりも良いクルーズ船を見つけて、この船を廃棄してそっちに乗り換えたのに自分だけ知らされなかったというもの。でもその場合、なぜ持ち物を置き去りにしたり、食べ物を半分食べたまま消えてしまったのでしょう。コントロールルームの意味を理解しようとしましたが、ランダムな暗号が点滅しているようにしか見えません。ポップアップのマニュアルはありませんが、高速の Wi-Fi に接続できたので、ノートパソコンを起動して素早く意味を検索してみました。すると船が安全モードになっていて、海が荒れた場合には自動センサーによって検出されることが分かりました。ソーシャルメディアを開いて友達と連絡を取ろうとしても、スマホは接続できません。どうやらケーブルで接続されたパソコンしか使えないようです。本土に連絡するための無線があったので連絡しようとしましたが、何も応答がありません。すると突然通知がポップアップされました。でも休暇の写真にも地元の写真にも誰も写っていなくて、そこに写っているのは単なる背景だけ。どうやら自分以外の人間は完全に姿を消してしまったようです。最後にもう一度世界中に連絡を取ってみましたが、応答はありません。クルーズに関する詳細を確認してみると、船が最寄りのドックに到着するまで約11日かかることが分かりました。地図を見てみると、たった4日でたどり着ける離れ小島を発見。クルーズ船は時速約37キロで移動し続けているので、その間に船内を探検しながら豪華な部屋に入ってみることにしました。テレビのコマーシャルでもクルーズ船の背景には人がいないので、かなり寂しく見えます。大型船は7日間のクルーズで 4080kg 以上のレタスと 2400kg の卵を消費しますし、普通の1000人を超えるクルーズの場合、1日あたりなんと2000枚のステーキと1000個のベイクトポテトが消費されるのです。そのため船内には多くの食料や食材があり、数年間生活することができます。受付係のデスクに到着し、インターフォンで正式なアナウンスを行ってみました。皆さんと言っても何も聞こえてきません。これがいたずらだったらいい加減に出てきてください。甲板下でおやつを食べてますから、とは言ってみたものの、誰も現れなかったので甲板下に行くことに。でも降りる前に誰もいないスケートリンクで滑ってみようと思いました。スケート靴を履いて少しスピンしても邪魔をしたり注意されたりしないので最高です。その後はゲームルームに行ってゲームをプレイすることに。カウンターにあるコインを使って何時間もプレイできます。日が沈み始めたので爽やかなドリンクを飲みながら景色を楽しむことに。そして VIP の最上部のデッキに行って大きな3ベッドでリラックスしてみました。海の波の音が聞こえるほど静かだったので、そのまま眠ってしまい、翌朝になって明るい太陽の日差しで目を覚まします。やることを見つけるために周りを歩き回っていたら、ゴルフクラブを見つけたのでスイングし始めます。ボールを海に向かって打って飽きるまで遊び続けました。そして目的地を忘れていたことに気づき、下甲板へ向かい、スタッフのみと書かれている場所をチェックしてみることにしました。下へ降り始めると暗くなってきます。この部分は停電しているようだったので、懐中電灯を持って部屋の中を見渡すことに。乗組員は通常寮のように2段ベッドがある部屋で生活して、食事を食べるための場所や他のレクリエーションにもアクセスできます。この下甲板にはレストランにサービスを提供するキッチンもあり、多くの部屋はどれも同じように見えます。するとエンジンルームから気味の悪い音が、パイプがきしむような音を立てて、いろいろな場所から破裂音が鳴り響く中、明かりがちらついています。部屋で拾った懐中電灯を照らしながら移動していると、影がついてきたので怖くなってしまいました。誰かいるのかと叫んでも、廊下に自分の声がこだましているのが聞こえるだけ。
どこにいるのかわからなくなってしまい、上甲板に戻る方法を見つけようとしましたが、どっちに行けばいいのかわからず、パニックに陥って走り始めました。でも何かにつまずいて懐中電灯を失ってしまう羽目に。真っ暗だったので腕を動かしながら出口を探し、壁に手を触れながら移動しようとしました。廊下の端に明るい光が見えてきたので、その方向へ向かって歩き続けます。すると食べ物がたくさんある中央のキッチンにたどり着きました。そこには数十台の冷蔵庫とデザート専用のキッチンがあります。かなり空腹だったのでお腹が鳴り始めました。ここでは一皿あたり約14万円する最高級のエキゾチックな料理を食べることができました。そして次の数日間は美味しいおやつを食べながらゴルフをしたり、ダンスフロアでパーティーをしたりして過ごすことに。でも3日後にはクルーズ船でのエンタメを全てやりきってしまいました。日向ぼっこをしていると遠くに島が見えてきます。双眼鏡を手に取り、島を見ると船が向かっているドックが見えたので、すぐにコントロールセンターに向かい地図を確認。到着まで30分かかりますが、クルーズ船の停船の仕方が分かりません。船を止めるために錨を下ろし、救助艇を使って島に向かうために物資と食料を積み込んで降り始めます。もしこの島に人がいれば助けてもらえるかもしれません。岸にたどり着き、ボートから降りました。そして町に行ってみましたが、人っ子一人いません。通勤中の車が道路の真ん中に捨てられています。警察署に行けばどうにかなると思いましたが、やっぱりダメでした。それから数ヶ月後、島全体を探索した後、クルーズ船から多くの食料を運び出しました。5年後には島を完全に支配し、クルーズ船の運航の仕方も覚えました。あの日、クルーズ船の中で目が覚めた後、誰にも会っていません。まるで人類がまとめて蒸発してしまったようです。10年後には、ひげを伸ばした自分が電波塔に座っています。島中には成長した作物の畑があるので、ここ3年間クルーズ船には戻っていません。すると突然ラジオがモールス信号を受信し始めました。本土から誰かが送信しているようです。すぐに船に戻ってその場所へ出発することにしました。アニメなどでゾウが小さなネズミに追いかけられているのを見たことはありますか？実はこれ作り話に基づいているんです。大きくて力強いゾウがネズミを怖がっているというもの。ところが本当はゾウはネズミを怖がっている証拠はないんです。ゾウは目が良くない上、動きも遅く素早く動き回る動物が見えづらいので、鳥やネズミのような小さな生き物に不意をつかれることはあります。作り話に基づく動物の話で言うと、コウモリは目が見えないと思っていませんか？実際にはコウモリはきちんと見えていますが、モノクロに近い狭い視界のようです。夜には私たちよりはるかによく見えていますよ。人間のように色を識別はできませんが、夜に色を見る必要はあまりないですよね。コウモリには体内に独自のソナーのように働く部分があり、夜でも飛ぶことができます。自らが発する音波が一番近い物体からどのように反射するのかで方向を決めるのです。目が見えない噂は昼間に目が見えにくいところから来ているのでしょう。昆虫が高い場所から落ちた時、ダメージを受けると思いますか？これは少し複雑な問題です。アリを例にとってみましょう。アリは高所から落ちても怪我はしません。小さいですからね。何メートルから落ちても大丈夫な虫は結構多いんですよ。数学と物理学で説明がつく問題です。シンプルに言うとこういうことです。虫は落ちる表面に衝撃を与える大きさではないということ。もっと言うと、落ちている時スピードが出ないだけでなく、スピードが落ちるんです。アリは体重に比べるとサイズがあるので、一番大きな部分が落ちている間にスピードが上がるのを防ぎます。だから地上に落ちる頃にはスピードが落ちているんです。一セント効果、ペニーがビルから落ちることに関しても似たような噂があります。ペニーが高所から落ちるとスピードが上がって、人に当たると大怪我をすると信じる人もいます。現実には大きさとその形から、高いビルからペニーが落ちる衝撃は葉っぱの衝撃と同じようになります。頭に落ちてきたら少し圧を感じるだけでしょう。落ちている間、空気中の粒子に当たり、その粒子は加速の邪魔をします。もちろんスピードが落ちていきます。
この摩擦が原因でペニーが怪我の原因になることはありません。ですが危ないアイテムもありますよ。尖ったペンを例に挙げましょう。デザインや落ち方にもよりますが、回転したりはためいたりまっすぐ落ちたりと、どのようにして落ちるかによって道路に傷がついたり人が怪我をする可能性もあるんです。5秒ルールってご存知ですか？これはもちろん神話。クッキーを落としてすぐに拾っても安全ではありません。バイ菌は食べ物にすぐつきます。フルーツやこの美味しそうなデザートなどの濡れた表面は地面の汚いバイ菌をすぐにくっつけてしまいます。さっき床を磨いたからといってきれいに保てるわけではありません。長時間生きられるバイ菌もいます。これらのバイ菌を落とすにはきつい化学物質が必要です。夕食中に何かを落としてしまったら捨てるのが一番安全な策でしょう。スヌーズボタンを押すと余分に休めるという人がいますよね。それは違うんです。スヌーズボタンは睡眠の質を下げてしまいます。眠っては起きる、あの10分間はいい睡眠とは言えません。断片化されすぎてその日一日だるくなってしまいますよ。さらにスヌーズのせいで寝すぎてしまうことも。寝すぎるとさらに眠気を呼び、新陳代謝も落ちるし元気も出なくなります。さらに何度も鳴るスヌーズは一緒に寝ている人や同じ部屋の人にも迷惑ですよ。それでもスヌーズに別れを告げるのは難しいものですよね。それではどうしたらいいか考えてみましょう。まずは実現可能なアラームを設定しましょう。夜型なら必要もないのに早朝に頑張って起きる必要はありません。程よい睡眠スケジュールを見つけて頑張って続けてください。起きたらすぐにベッドから出てください。姿勢を変えることで脳内物質が分泌され二度寝を防げます。最後の手段としてアラーム自体を部屋の隅に置くこともできます。スヌーズボタンを押すためにベッドを出なくてはいけないので二度寝がしづらくなります。稲妻は同じ場所には落ちないと聞いたことがある人もいるのでは。この情報は危険なほど間違っています。雷は同じ場所や近い場所に普通に2度落ちますからね。さらに雷雨の時に広い場所にいる場合はすぐにシェルターを探しましょう。電気系や機械系のものには触れないようにしましょう。室内にいる場合は窓から離れるように。タコを上げている時に嵐が来たらすぐにやめるのが得策です。次は人の体に関する噂を解明しましょう。人は脳の 10% しか使っていないと思われていますが違います。私は 5% しか使っていませんなんて。人は夜も昼も忙しく動いているんです。寝ている時でも完全にシャットダウンすることはありません。脳はそれぞれのエリアが体の特定の場所を助ける小さい工場のようになっています。ほとんどの時間、呼吸や歩く動き、食べ物の消化など無意識に行う行動で忙しく動いています。新しい言語を習得したり何かのスキルを学ぶたび、脳が新しい部分を開封しているのではありません。脳は常に動いていますからね。何をしているかにもよりますが、脳の部分の新しい使い方をしているだけに過ぎません。犬好きの人は犬の口が人の口より綺麗だと聞いたことがあるかもしれませんが、これも単なる神話。犬の口は人より結構汚いんです。犬はきちんとケアをしないといろいろな病原菌にさらされます。それ以外でも犬は人間より口をよく使います。動物は人のように手が使えないので自分の環境を確認するためにも口を使います。現れていないものでも口を使って床から物を拾いますよね。当たり前ですけれど。それにゴミや床、自分の肉球などいろいろなものを舐めていますよね。いつも。難しいかもしれませんが、次に犬が顔を舐めようとしたらこの話を思い出してくださいね。人間には五感よりももっとたくさんの感覚があるのはご存知ですか？視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚だけではありません。これ以外にも少なくとも4つ存在します。まずは固有受領、つまり空間で自身を確認する能力。そして熱受容、これは自分の体温を感じる能力で暑いか寒いかを感じられる感覚。次は平衡感覚、バランスの感覚ですね。そして最後が内受容、つまり体の中の感覚を感じる能力です。眠気や空腹を感じる感覚です。パーティーで試したいトリックがこちら。
次誰かと話している時に五感の話になったら9つあると言ってください。説明する前に黙っていると超能力者かスーパーヒーローだと思われるかもしれませんよ。ステージの上でスポットライトを浴びながらみんなに注目されています。光り輝くピアノの鍵盤に指を置き演奏を始めました。両手に20本ずつ指があるので一度に多くの鍵盤を使うことができ、豊かな和音を弾くことができます。40本の指を使うのでコードを弾くときにも1オクターブ余分に指が届きますし、音を加えることもできます。演奏が終わると観客が立ち上がって一斉に拍手し始めました。両手に20本ずつ指があり、手も大きいので拍手の音も倍になります。ボートで湖の真ん中へ行き泳ぐ準備ができました。友達と一緒に水に飛び込み岸に向かって泳ぎ始めます。2人とも手と足に20本ずつ指があるので泳ぐのもかなり簡単。そのまま泳ぎ続けて友達より早く岸にたどり着きました。そして泳いでボートまで戻ることに。泳ぎ終わった後はハイキングに出かけることに。そして登ってみたい崖を発見。ギアを準備し大きな手のひらにぴったり合う岩の上に手を置きます。握力が強く普通の10本の指よりも大きな岩に捕まることができます。なんとか頂上まで登ったので息を呑むような自然の景色を眺めることができます。アイロンをかけたスーツと自信に満ちた笑顔。そう、仕事の面接に合格するための準備は万端。胸を張ってビルに入り CEO のオフィスに案内されるのを待ちます。周りも自信のあるシャープな表情に気づいているようです。面接の番が回ってきたので笑顔でスーツを引き締めました。部屋に入りきつい握手を交わします。20本の指でのグリップを離すと CEO に気に入ってもらえたようで自分に関することを聞かれました。そして胸を張ったまま会社のビルを出ました。近いうちに二次面接のための電話がかかってくることでしょう。よし、車のトランクまで食料品が入った袋を一度に20袋運ぶことができました。この道は長く、カーブや丘がたくさんあります。指を伸ばして関節を鳴らし、両手で均等に分けられるように重量配分を考えます。20本の指があるので、両手で10袋ずつ運べますね。ちょっと重いですが、足と肩のトレーニングだと思えばいいでしょう。トランクから取り出して家まで運ぼうとしています。大成功です。1回で1袋以外全ての袋を持つことができました。もう一つの袋は出かける前に入れたものなので気にしなくて大丈夫。でも車に戻ってトランクを閉じなければなりません。仕事で長い一日を過ごした後、長い間会っていない友達と会うことになりました。でも一生懸命働いたのでかなり疲れています。途中にネイルサロンがあったので素早くマニキュアをすることに。でも20本ずつ指があるので2人分を頼むようなものですよね。時間は刻々と過ぎていきますが、まだ片手しか終わっていません。すると友達から電話がかかってきます。コーヒーショップで待っているようです。そしてようやく次の手に移ることに。やっと終わったので急いで友達に会いに行きました。ちょっと遅れてしまいましたが、一応爪は綺麗になったので OK としましょう。数十人の人々が新製品を紹介する発表会に参加することになりました。スマホは10本の指で両手で使う人のものよりも少し大きめ、そしてタブレットと同じくらいの大きさをしています。使用品を手に取ってクリックしてみました。親指が4本あるのでキーボードでの入力もスムーズで簡単にできます。画面は両手の残りの指で支えられるほどの長さをしています。コンピューターのセクションに移動すると目を引くいろんなタイプのものが展示されていました。両手で簡単に入力できる幅が広いキーボードが搭載されたノートパソコンがあったので、ファイルを開いて入力してみることに。シンプルな書類をタイプするのがかなり簡単に見えます。残念ながら正式にリリースされるまでには少し時間がかかりそうです。でも絶対に欲しい。ジムでウォーミングアップしながら次のエクササイズの準備をしています。ボクシングのリングに入ってサンドバッグで練習し始めました。20本ずつ指があるのでパンチも普通の10本指の拳よりも強力で大きな音がします。パンチした後ストレッチをして練習を続けます。次は大切な日のための他の練習をすることに。森の中に行って弓矢の練習を始めました。2人
2つ缶を並べて、その上に1つずつ缶を置きます。矢を握り、20本の指で弦を引っ張り、2本の矢をまっすぐに放ちます。見事、両方の缶に命中。次は4つの缶を並べてみました。弓を横に向け、矢のついた弦を思いっきり引っ張ります。そして矢を放つと、またもや命中。簡単に4つの缶を倒すことができました。両手に20本ずつ指がある場合には、最低でも7つか8つの標的が必要になります。弓が長くなり、狙いを定めるのはそれほど簡単ではありません。集中して矢を放つと、全部ど真ん中で当てることができました。両手に50本ずつ指があると、見た目や歩き方も変わってくるんです。手が重くなるので、バランスを保ち、指を支えるための強力な腕が必要となります。スマホやラップトップも含めて、全てのサイズが大きくなることでしょう。ギターもフレットボードで使える指の数に対応するように設計されます。普通のギターの弦は6本なので、このモンスターギターの場合、30本から40本の弦を使うことができます。音楽は人間によるデザインに限定されず、さらに多くのことを実現できるようになります。トランペット、ピアノ、ハープ、サックスなどの全ての楽器も50本の指に合わせて設計されます。三重奏による演奏はオーケストラのように聞こえ、普通のオーケストラはオーケストラ5つ分に聞こえることでしょう。友達と家でテレビゲームをすることに。ここでもコントローラーはコーヒーテーブルと同じくらいの大きさをしています。50本ずつ指があると、いろんなことができるので、コントローラーは地面に固定された小さなスタンドにセットされているんです。ボタンやパッドコントロールもたくさんあるので、見ているだけでわからなくなってしまいそうです。ゲーム内の各プレイヤーをコントロールしながら、サッカーのゲームをプレイしています。合計100本の指を動かしているので、脳もかなり大きく、マルチタスクをしていても失敗することはありません。1回目は自分が勝ちましたが、2回目は負け、そして3回目はなかなか決着がつきません。ハイタッチをするときも50本の指の手のひらでするので、向かいのテレビの隣人に聞こえるほどの大きな音がします。両手に多くの指があるということは、人間工学的なデザインにより物がかなり大きくなるということ。宝石店に行っても50本の指のための指輪を見つけるのはかなり大変ですし、手袋の製造業も数千億円単位の産業になってしまいます。これは手袋の製造に多大な費用がかかるためです。普通のサイズのペンで絵を描くのも大変なので、絵画もかなり困難になります。ペンや文房具も普通のサイズの10倍になり、製造コストもかなりかかってしまうことになるでしょう。コップもちゃんと握れるように長く太くなります。手もかなり大きくなるので、ひまわりのように見えるかもしれませんね。暑い時には内輪代わりに手を使うことができます。ビーチで砂の城を作る時にも砂をたくさん掴めますからね。手が大きいので砂のボールを作ったり、巨大なお城を素早く作れることでしょう。それに雪合戦をする時にも、普通の大きさの雪玉ではなく、砲弾級のサイズの雪玉を作れますよね。グッドアイデア。外にはたくさんの人がいます。あなたは笑ったりおしゃべりをしたり叫んだりしている集団を通り過ぎて進みます。心地のいい夏の夜、まるで街全体が散歩に出かけているようです。公園で近道をすることにしました。しかし湖まで近づいた時、転んでしまうあなた、気づいたらゴロゴロと水の方に向かって転がっていますが、幸いギリギリのところで止まります。いててててて、頭にはタンコブができていて、洋服や手はアイスまみれ、靴は芝生で汚れてしまいました。そして周囲の人はあなたを見て笑っています。まあしょうがないですね。あなたは立ち上がり、丘を登ろうとします。しかし周囲が真っ暗で見えません。転んだ時に頭を打って、想像以上に大きな怪我をしてしまったようです。頭を強く打ちすぎて、視力がなくなってしまったのでしょうか。心を落ち着かせようとした時、声が聞こえてきました。何が起こったの？停電？空の月さえ見えません。緊張感にあふれた数分後、電気が再びつき始めました。あなたと周りの人たちは安堵で笑い始めます。なんだ、大したことないじゃん。そう思いながら家に帰ることにしました。でもとても疲れていて、まだ少し動揺しています。素早くシャワーを浴び、頭のコブにアイスパックを置くことに。その後すぐに氷が床に落ち、あなたはぐっすり眠りにつくことになります。ビーピービー、スマホの目覚まし時計を止めようとしますが、床に落としてしまいました。
重たい体を持ち上げます。ああ頭痛が。手を添えながらゆっくりトイレに行くことに。廊下で奇妙なものを目にしますが、それがなんだかよくわかりません。頭の炭鉱部がひどくなっているんだろうなと思いながらトイレの電気をつけてみたところ、何もありません。顔に傷跡はないようです。そもそも鏡の中には何も映り込んでいないのです。いや、何もではなく自分だけがいないんです。あなたはついつい笑ってしまいます。鏡に近づいたり遠ざかったりしてみますが、やっぱり何もありません。壊れているのか。でも待てよ、鏡が壊れるはずはありませんよね。体が映っていないということは自分に問題があるはず。考えられる原因は2つ。頭をぶつけた後湖の中に落ちてしまい、そのまま出てくることなく幽霊になった。もしくは停電の間に吸血鬼に血を吸われた。吸血鬼は鏡に映らないので、これはかなりありえますね。思いっきり体を揺らしてみます。でも冷静に考えてみると、幽霊も吸血鬼も実際には存在しません。後ろの反射層に問題があるのかもしれない。そう思い鏡の後ろを見てみようとしますが、代わりに鼻をぶつけてしまいました。そこでトイレの鏡を見に行ってみることに。でもやっぱり何もありません。3分後、あなたは家にあるどの鏡にも自分の姿が映っていないことに気づきます。バレないようにしなきゃ。研究室に閉じ込められて一生過ごすのは嫌だ。部屋の中を行き来しているちょうどその時、携帯が鳴ります。友達のノアです。でも声が少し奇妙なんです。ねえ、今日うちに来るって言ってたよね。ニックとアリソンは今向かっているって。指で髪の毛を溶かし、指の先を使って顔を確かめます。残念ながら頭の上にできた炭鉱部がどれぐらい目立つのかわかりません。帽子をかぶり、ジャケットを羽織って家を出ることに。道はなんだか空っぽです。いつもの朝は混雑していますが、今日は数人しかいないのです。そして誰もがコソコソと動いています。そしていつもの道を渡った時にあなたは気づきます。車がほとんどありません。幸いあなたはタクシーを捕まえることができました。車に乗り込むと運転手は鏡を調整し、顔が見えないようにします。なんだか奇妙です。ある時鏡を見てみると、後ろに違う車の姿が見えます。しかしなんと運転手の姿が見えません。鏡を通して見てみると、車が1台で動いているように見えるんです。鏡に見えないというのは、もしかすると自分だけの問題ではないのかもしれません。友達の家に着くと、ノラは声だけではなく見た目も奇妙だということに気づきます。口紅が滲んでいて、洋服のボタンも間違えているんです。一層疑い深くなるあなた。他の友達もやってきますが、全員何かがおかしいのです。ニックの髪の毛はぐちゃぐちゃで、アリソンは頬に歯磨き粉がついています。誰もが普通に接するようにしていますが、どう考えても失敗しているようです。ノラはアリソンに小さな鏡を渡します。ほら、顔に何かついているよ。しかしアリソンは手を引き、鏡が落ちてしまいます。驚いたことに落ちた鏡は割れていません。ただそこにあるだけなんです。そして何も反射していません。表面はぼやけていて、たまにきらめきます。テレビのニュースキャスターがニュース速報と言った瞬間、誰もがビクッとします。アナウンサーによると、前日の停電の後、全ての鏡が反射しなくなったとのこと。最初は人や他の生き物を映さなくなったそうです。ですがわずか1時間前に、まるで壊れたテレビのように変化したんだとか。どういうことかというと、たまにピカッと光るだけなんです。唖然と沈黙が続き、友人はお互いに話し始めます。衝撃的なニュースと雑音で、あなたの頭はさらに痛みます。とりあえず帰ることにしました。外の光景にあなたは驚きます。目の前で3つの自動車事故が起こっています。サイクリングをしている人たちはお互いに叫び合っていて、違う男性は倒れたバイクの横の歩道に座っています。サイドミラーとバックミラーは一気に役に立たなくなってしまったのです。そのため至る所で交通事故の波を引き起こしているのです。あなたは家に帰り、エレベーターに乗ろうとします。しかし中を見てみると、以前まであった床から天井までの大きな鏡がチカチカしていることに気づきます。あなたは震え上がり、階段を上ります。朝になりますが、やはり鏡はまだ反射しません。そのためヒゲ剃りがとても大変です。結局諦めることにして、口ヒゲと顎ヒゲを生やし始めることにしたのです。しかしまだこの時は、鏡がないことで人生がどれほど複雑になるのかということを理解していなかったのです。例えば美容院や理髪店の需要は高くなる一方、その反面化粧品生産者はその収入を失っています。美容製品はもはや人気がないのです。最近では化粧をするのはとても難しいので、ほとんどの人が完全に諦めてしまったのです。そして鏡がないので、人々はより食べるようになり、全体的に肥満が増加。厳しいダイエットを試みる人はいません。外見を気にする人も徐々に減り、中身を大切にしようとする人が増え始めたのです。
もちろん周りに何があるのか何が起こっているのかわからないので、運転のリスクを取る人も減り始めました。運転する場合とてもゆっくりです。事故をしないように窓から外を見て注意します。隣に座っている人に頼む場合もあります。どの車からも頭が飛び出ているので、その光景は結構面白いものなのです。今では自転車が主な交通手段となりました。そうすることで人々は健康的になり、肥満を防ぐこともできるのです。また車の排気ガスがほとんどなくなったので、空気もきれいです。望遠鏡、顕微鏡、さらには街灯など鏡を使用する様々なデバイスは機能しなくなりました。写真家は内部にミラーを備えた一眼レフカメラが使えないので、デジタルカメラを入手しています。そして自撮りの写真の数が信じられないほどのスピードで増えています。鏡がないので、それが唯一自分の姿を確認できる方法なのです。また人々はより多くの自由時間を持てるようにもなりました。以前、人が鏡の前で自分の姿を確認する平均的な時間はとても長かったのです。科学者たちはこの予期しない問題の解決策を見つけるために昼夜を問わず働いています。さまざまな素材を試し、鏡と同じように世界を反映するものを見つけようとしているのです。自動車メーカーは戦略を変更、鏡や運転手を必要としない自動運転車の開発を進めています。道路上の他の車とコミュニケーションを取りながら自動的に運転するのです。乗客は自分の席でリラックスし、好きなことができます。ではあなたはこの状況にどう対応しているのでしょうか。ヒゲがだいぶ伸びたので見た目はまるでバイキング。歩いたり自転車に乗ったりする機会が増えたので筋肉がつき、日焼けもしてエネルギーであふれているようです。鏡がなくなったことに感謝している日々を送っているみたいですね。それではまた。地球上のすべての種が生き残るには、周りの環境に適応することは必須。そして人間も例外ではありません。数百万年前、人類は存在すらしていませんでした。これまでに発見された現代人の最も古い骨格は約19万6千年前のものですが、比較的短期間の間に人類は大きく進化してきたのです。一部の科学者たちによると、実際のところ人類は現在でも進化し続けていると言われています。そして人間の特徴の中には、そのことを証明する事実があるんです。約2万年前、胃の調子を悪くせずに牛乳を飲むことができたのは子供だけでした。その後、人間は牛やヤギなどの動物を家畜にし始め、その結果数世代後に新しい遺伝子が発生したのです。そして現在では世界の人口の約3分の1が成人になっても牛乳を飲むことができます。実際この能力は世界中のそれぞれの地域で発達したものなんです。人間の顎は絶滅した祖先の顎ほど大きくはありません。現代の人間は柔らかい加工食品を食べ、人類の祖先が食べていたものとはかけ離れていたものを食べているので、顎も小さくなっていったのです。その上、歯も小さくなり、完全になくなってしまったものもあります。そして多くの人が親知らずと呼んでいる第三第九歯も使わなくなっています。ですが人類の祖先にとってこれらの歯は不可欠なものだったんです。通常第三第九歯は18歳から25歳頃に生え始めます。人類の祖先はこの年齢に達するまでには臼歯がほとんどすり減っていたので、第三第九歯はその代わりの役目を果たしていたんです。でも人体のちょっとした変化は進化とは関係のないものかもしれません。例えば人類は過去数百年にわたって平均的に背が高くなっています。この最大の原因は単に栄養素の改善と現代医療によるものだと考えられています。バスケをやると背が伸びる？なんていうのは冗談です。でも将来人類にはどのような変化が待ち構えているのでしょう。もちろん確実には断言できませんが、専門家はいくつかの興味深い説を唱えています。一つ目の可能性は、地球上の人口過密の生活に適応するために身長が低くなる可能性があるということ。研究によると、背の低い人の方が高い人よりもエネルギーや資源の消費量がはるかに少ないということが証明されています。
狩猟採集民だった時代、人間は日常生活の中で多くの人々と出会うことはありませんでした。でも現在では人口密度の高い都市での生活に適応しなければならないため、時間とともに人間の遺伝子がこの変化に反応し、平均的な身長が低くなる可能性があるのです。もう一つの可能性は、多くの人々が似てくるということ。現代人は常に旅行をしています。いろいろな地域の人々と交流し、子供を産むにつれて遺伝子が次第に混ざり合っていきます。そして将来的には身体的な特徴の違いがほとんどなくなる可能性があるのです。そして平均的な外見をした人は肌や髪の毛が濃く、そばかすや青い目のような特徴が稀になる可能性があります。科学者の中には人類が将来的に重要な進化を遂げることはないと考えている人たちもいます。何百万年も前に生活していた祖先とは異なり、現代の技術に基づく非常に高度な協調性に満ちた文化があります。そして、文字通り生き残るために苦労する必要がありません。このため、種としての成長が止まり、将来ほとんど変わらない可能性があるというのです。その一方、進化が続けば、より複雑で知的な生物になる可能性もあります。技術の進歩により、物理的な能力によって問題に対処するよりも、知性によって対処することの方が多くなるのです。それによって、人間の脳は大きくなる可能性があり、このことはすでに始まっているかもしれません。科学者たちの測定によると、アメリカ人の平均的な頭蓋骨のサイズは大きくなっているということ。そして脳のためのスペースはテニスボールのサイズと同じくらい拡大しているのです。それか逆のことが起こり、脳が縮小してしまう可能性もあります。実際にこの現象はかなり長い間起き続けているんです。人間の男性の脳が過去2万年間小さくなり続けていると考える人もいます。今後2万年の間、同じ割合で縮小。知ってましたか ?6% の人は目を前後に揺することができます。これは目に問題があるというわけではなく、ちょっとした芸として使えるものです。忘年会でどうぞ。骨は毎日体重を支えていますが、中にはその2、3倍の重さに耐えるものもあります。すごいですね。しかし、それ以上に強いのが歯。何かを噛む際に歯が与える力は 90kg にまで達します。ちなみにこのエナメル質は骨格の一部に含まれています。胃にはかなり多くのものを詰め込むことができます。液体だと2リットルペットボトル1本以上が入ります。食べ物の場合は歯でどれくらい噛み砕いたかにもよるため、正確な量はわかりません。七面鳥の丸焼きはそのまま入りませんが、鶏だったら入るだろうと言われています。手首を回転させると中の骨は交差します。腕を掴んで確かめてみて。さて、皆さんの胃はどこにあるでしょうか。お腹だと思った人は不正解。一般的には溝落ちのあたりにあるはずです。骨にまつわる豆知識。人体の 60% は水分ですが、骨も人体に含まれますよね。実は骨の 25% も水分なんです。中水がなくとも人は生きていけます。その存在する目的は分かっていませんが、かつて祖先たちが木の皮などを消化していた際に役立っていたものではないかと言われています。食生活が変化したことで、私たちはもうこの中水が必要なくなってしまいました。人の目は車のエンジンに似ています。正常に動くには様々な液体が必要なのです。エンジンにはガソリンが、目には涙が必要です。潤滑剤として涙は目の全体に行き渡らなくてはなりません。そのため、人は1日に2万回まばたきします。まぶたはフロントガラスのウォッシャーのようなものなのです。人体の表面のほとんどには気づかなくとも毛が生えています。おへそにだって生えているんですよ。その目的は塵などを捕まえるため。血液から養分を得ない唯一の部分は目の角膜。代わりに目の表面の涙やその他の液体から養分を得ています。あなた個人のボディーガードは体の中にいます。
肝臓はあなたの体を毒素や様々なものから守ってくれるガードマン。破壊することが難しい臓器で強い再生能力を持ちます。人が顔を赤らめるとき、体の血流は増加しています。すると顔だけでなく胃の内壁も赤くなります。胃の内壁には血管が集中しているため、普段以上の血流があると赤く変わるのです。あなたの体の中であなたと呼べるものは 43% しかありません。 50% 以上は腸内やその他の部位に存在する別の生き物です。体内の微生物よりも数の少ない体細胞ですが、平均すると100兆個の細胞があなたの体にある計算になります。一つ一つ数えるのはやめた方がいいかも。胃の内壁は 3、4日で再生します。自己を消化してしまうことを防ぐためです。胃酸は非常に強力なのです。寝ている間に完全に休んでいるのはあなたの鼻。寝ている間、その機能は完全に停止するため、匂いを感じ取ることがありません。寝室が臭くなったとしてもわからないのです。プラスチックやガラス、硬貨といった小物は飲み込まれると消化されながら48時間で消化器官を通り抜けます。でももっとマシなことに時間を使いたいものですね。かつて人は1万種類の匂いを嗅ぎ分けることができると考えられていました。しかしこれは間違い。現在の定説では人は1兆種類が嗅ぎ分けられることが分かっています。また匂いの記憶は何よりも強く、遠い記憶を呼び覚ます際のきっかけにもなります。プラスチックを消化できる人体も草は消化できません。草を食べる動物は歯が特殊な上に複数の胃を持っています。対して人間は何も持っていません。でも大丈夫。哺乳類の中で完全な二足歩行を行うことができるのは人間だけです。確かにカンガルーやゴリラも後ろ足で立ち上がることはありますが、カンガルーは尻尾を、ゴリラは腕を使わなくてはバランスを取ることができないのです。胃は免疫系で最も重要なディフェンダー。胃の中の塩酸が食べ物の毒素やウイルス、細菌を消化するのです。酸は強力で胃そのものも消化してしまう力を持っています。そのため胃にはそれを防ぐための膜が存在しています。体脂肪はただの厄介者ではありません。体温を保ち、エネルギーを貯蔵し、体を衝撃から守る働きを持ちます。ほとんどの脂肪がお腹につきやすいのは、重要な臓器がそこに集中しているから。何かが起こった時でも、この脂肪の層が致命傷から体を守ります。人体には2つの素早い筋肉があります。それはまぶたの筋肉。体で最も速い筋肉です。目は繊細で守る必要があるため、反射的に目を閉じる際、まぶたは100ミリ秒、つまり 0.1 秒足らずで閉じるのです。人は青紫、黄緑、オレンジの色しか認識しません。その他の色はこれらの色の組み合わせです。色の感じ方は人それぞれで違うため、目が認識する色の組み合わせの計算は不可能とされています。しかし平均すると100万種類という数字になるそうですよ。1日に2度歯磨きをしてマウスウォッシュをしたとしても、口の中は人体で最も汚い場所です。そこには無数のバイ菌が住み着いています。そのほとんどは人体にとって有益なもので、悪いバイ菌やウイルスから体を守ります。次に汚い場所はおへそ。ここは一番手入れが行き、犬の嗅覚は人間より強いわけではないんです。犬の嗅覚は優れているとよく言われますが、おそらくそう考えられているのは19世紀の研究者が人間の嗅覚を貧弱だとしたためでしょう。この説を立証する感覚の検査がされたことはないのですが、現在でも多くの人が信じているんです。実際は動物の種類によって識別できる匂いが異なるんだそうですよ。とある実験が行われました。それは人間が匂いを探るというもので、研究者はチョコレートの匂いがつけられた糸をジグザグに置き、被験者は他の感覚を使わないために目には目隠し、耳には耳当てをつけられ、手には厚い手袋、膝には膝当てがつけられました。結果は犬ほど鋭い嗅覚があるわけではなかったようですが、人間は匂いをたどることができ、練習をすれば格段に能力が上がると結論付けられました。興味深いことに、人間は例えば果物や花など特定の匂いに犬よりも敏感だったんです。
犬の進化の過程でこのような部類の匂いに敏感になる必要はなかったですからね。テレビの画面のせいで視力が悪くなることはありません。少なくともテレビの画面を見ることで目が深刻な害を受けるという実験結果はありません。スマホやパソコンの画面も同じです。これらのものを見ることで眼精疲労が起こることはありますが、多くの場合しっかり休憩することで楽になります。ですがテレビやスマホの画面を長時間見すぎることにより生活の他の部分で悪影響が出ないというわけではありません。例えば集中力が落ちたり人付き合いがなくなったり、他にもたくさんの影響が出ます。生物の先生は有性遺伝子による能力だということがよくありますが、舌をぐるりと回せるのは実は遺伝的な形質ではありません。ある実験では33組の双子のうち7組の双子に当てはまりませんでした。一卵性双生児は同じ遺伝子を持っているので共通して特徴を持っているはずです。ですが実際はそうではなかったので、舌を回せる能力は遺伝が決定要素ではない可能性が高いということになります。60年以上も前に誤りが証明されたにもかかわらず、この通念は今でも存在しています。濡れた髪で外出すると風邪をひくというのも間違った通念です。風邪をひくのは体内にウイルスが入るからです。それに髪が濡れているからといって周囲のいろいろな細菌を呼び込みやすくなるということはありません。人がこの通念を信じる理由は主に親からそう言われたから、または外に出ることで一般的に細菌にさらされやすくなって風邪をひくことを濡れた髪で外出することと関連づけるからです。二重関節がある人は実際はいません。体のある部分がとても柔らかくて、例えば肘で顎を触れたり指を後ろ側に曲げられたりする人もいます。そういう人のことを腸つがいが普通より多くあるのが原因で二重関節だと言ったりします。でもそれは本当ではありません。関節は一つなのですが、骨の先の形が変わっていたり接続組織がとても柔らかかったりするのです。盲腸は役に立たない入れ薄管で意味がないと思われることが多いのですが、実は役目があるようです。盲腸は有益ないい細菌がたまるところのようなのです。体が特定の病気や問題と戦っているときに助けとなる細菌を貯めています。人生の早い時期では盲腸はある種の抗体とともに血液細胞の形成プロセスを助けています。胃ってどこにあるか知っていますか？簡単だって思いますよね。ですが多分間違っていますよ。胃はおへその後ろあたりにあると思う人が多いですが、実際はお腹のもっと高い位置、他の消化器官の上にあります。その場所が分かる方法があります。あばら骨の下の方が真ん中で近づくところを探してください。そしてそこから指3本分ぐらい下に、そして3本分左に行きます。そこが胃の大体真ん中です。舌には特定の味を感じる場所はありません。舌の地図が登場したのは20世紀初頭で、おそらく人間の口の中のそれぞれの部分で味の印象がどの程度強く残るかには微小な差が出るとされたためです。この研究で舌のそれぞれの部分が違った味を感じるという間違った認識が出来上がりました。実際は全ての種類の味覚芽が舌の全体に広がっています。そしてそれらが味を感じるのです。甘さ、塩辛さ、苦さ、酸っぱさに加えて現在認められている味の種類、旨味もそうです。人間、キングコブラ、黒ゴケグモ、スズメバチ、サソリ、アブ、どれも噛んだり刺したりすることで人体に毒を注入する生き物です。毒は燃えるような痛みやショック反応などを引き起こしますが、急いで病院に駆け込めば医師の処置を受けられます。患部の痛みは数日続き、その後は忘れてしまいます。しかし世の中には忘れられなくなるほどの痛みを与える存在がいるんです。一見何の変哲もないような植物、触れたことにすら気づきません。しかし体はすぐに反応を起こすことでしょう。この植物に近づいただけで呼吸困難や咳が引き起こされ、目にも不快感が発生します。触れてしまった時の痛みは数日、数週間、数ヶ月、場合によっては数年と続きます。またその後も不意にその痛みが蘇るといった後遺症が残ります。この植物との出会いは忘れられないものとなるでしょう。
この植物は鋭いトゲを持ったサボテンなどでも漆のようなものでもありません。一見すると広い葉っぱを持った緑色の茂みのように見えます。この植物はオーストラリアのみに生育する銀皮銀皮、近郊で働く人々によって1860年に銀皮の町付近で発見されました。当然その時の発見には苦痛が伴ったようです。この植物を探しに森に入る場合はガスマスク程度の防護マスクが必要になります。加えて分厚い服にしっかりとしたブーツを装備しましょう。ズボンの裾はブーツに入れ、保護グローブを装着したら準備完了。見つけるために森に深く入る必要はありません。この植物は森の縁、小川のほとりで見つかることがほとんどです。木々を通り過ぎ水辺に近づくと雑木林の中にそれはあります。高さは最大3メートル。ダークグリーンのハート型の葉っぱはギザギザとしており、幅50センチメートルにまで成長します。イラクサやゴボウと間違えやすいのですが、葉っぱ表面に産毛のようなものが生えているところで見分けることができます。まるで触ってほしいと言わんばかりのふわふわ感ですが、騙されてはいけません。これは毛は毛でも猛毒の毛、葉に生えているだけでなく茂みの周りの宙を舞っています。ガスマスクを取ると途端に引き立ての胡椒を鼻に突っ込まれたかのような感覚が走るでしょう。くしゃみは止まらなくなり、鼻はかゆみを覚え、呼吸は困難に、舌は大きく腫れ上がります。目にも焼けるような痛みが走ります。その場にしばらくとどまれば深刻な健康被害は免れません。長い間銀皮銀皮はキコリやハンターたちに被害を与え続けてきました。この植物の存在を知っているものでさえ作業中にうっかり触れてしまうという事故を起こしてしまうのです。そうなれば数週間の病欠は必至です。何十年も痛みが取れなかったというケースも報告されています。ある男性は植物に触れてから2年は痛みが取れず、冷水を浴びるたびに痛みが走ったのだと証言しています。この痛みは30匹のスズメバチに同時に刺されたようだと例えられており、最悪にも医師たちが処置ができません。そうなれば地面に落ちた古い枯葉ですら危険物です。スマホやグローブを落として拾おうとした時にその葉っぱに触れてしまったら、銀皮銀皮を研究する場合はまずピンセットで葉を採取し、その後それを真空容器の中に入れて、それを研究所に安全に送れるサンプルとします。銀皮銀皮は毒で相手を刺すオーストラリア原産の植物6種類のうちの1つ。日光を浴びてその他の植物に囲まれながら育ちます。しかしこの銀皮銀皮、時折虫食い穴が見られることがあります。世界で最も危険な植物の葉を食べる生き物は何者なのでしょう。そのヒントは毒にあります。銀皮銀皮は微小な毛で覆われており、その1本でも刺されば大惨事です。毛は細く皮膚を破り、そこに数ヶ月あるいは数年居座るのです。水で洗い流すことはできず、むしろ毒が回るために危険です。毛の先端は物体に触れると裂け、そこから猛毒が注入されます。これが焼ける痛みのような症状を引き起こすのです。30分後には赤みとズキズキとした激しい痛みが生じます。この症状がいつまで続くかは分かりません。これは刺さった毛の本数次第なのです。この毒は一体どういう成分なのでしょう。これほどの症状を引き起こすのはどうしてでしょう。このことは未だ科学的に解明されてはいません。というより毒に含まれるどの成分が痛みの原因かがわからないといった方がいいでしょう。毒の効果は長く続きます。患部を温めても冷やしても意味はありません。数年経って患部を押してみてもまだその毛が残っていることもあります。この毛は例えば葉を摘んで地面に落とし、100年後に戻ってきてその葉に触れても効果が衰えません。銀皮銀皮のサンプルは未だ多くの研究所で危険物として、人が嘘をついている時鼻を見ればわかります。いやいや、鼻が伸びるわけではありません。ピノキオじゃあるまいし。さて、人が嘘をつく時鼻周りと目頭の温度が上がることがわかりました。
想像してみてください。初デートに向かうと相手の人に信じがたいようなことを言われました。あなたは体温計を取り出して相手の鼻の温度を測り、相手はあなたの鼻の温度を測り、この状態が一晩中続きます。やることなら他にもあるのに、あえて相手に合わせて続けてるだけですからね。女性の心臓は男性の心臓より早く打ちます。平均的な男性の心拍数は1分間70から72回、一方の女性は78から82回です。女性の心臓の方が男性の心臓に比べて小さいことが理由です。女性の心臓は一度に送り出せる血液の量が少ないため、男性と同等量の血液を送り出すためにより頑張らなくてはいけません。人間の肺は体内で最も大きな器官の一つです。表面積はほぼテニスコートほどあります。さらに気道の全長はシカゴからラスベガスの距離に匹敵すると言われています。これらすべてが体内に収まっているのはすごいですよね。脳が送る神経インパルスはおよそ時速273キロで移動します。これは新幹線並みの速度です。平均的な人間が生涯で消費する食料の量はアジアゾウ8頭分の体重に匹敵します。食事にかける時間の合計がおよそ4年であることを考慮すれば驚きではないかもしれません。あ、早口言葉を思いついちゃいました。エイトエイジアンエレファント。人間の皮膚が剥がれるのは、皮膚が菌類、バクテリアなど体から距離を置きたい厄介なものの餌になるからです。人間は毎時間およそ60万個の皮膚の細胞を落とします。確かに角質って結構落ちますよね。皆さんの目の色はメラニンという色素によって決まります。茶色の目の人は緑色の目の人よりもメラニンが多いとされています。体内の血液の移動速度は時速 6.4 キロ、数秒で脳まで到達します。自分の目玉が動いている音が聞こえる人がいます。これは上半気管裂隙症候群と呼ばれる珍しい症状で、体内のすべての音が増幅して聞こえます。とある男性は、眼科で目を動かすたびに目で紙やすりをこすっているような音が聞こえると説明しています。わあ、テニスの試合の観戦なんかしたらかなりの騒音が聞こえてきそうですね。誰かが自分に向かって微笑むと、人はそれを感じ取り同じように笑顔を返します。あくびと似たような仕組みです。あくびは同じようにあくびをしている他者と社会的な絆を形成するための脳の無意識の反応でもあります。親知らずはかつて重要な役割を担っていました。肉などの硬い食べ物を口の中ですりつぶすために使う3組目の第9子だったのです。脳が大きくなり、人間が柔らかい食べ物を口にするようになると顎の構造が変化してきます。これによって親知らずが不要になってしまったのです。だから現在の人は単純なんですね。って冗談ですよ。起きている時、人間の脳は電気を発します。その電力はおよそ15から25ワット、 LED 電球を照らすのに十分な電力です。脳が電気を発するとき、毎秒何百万ものメッセージを体中に届けます。このメッセージこそ、例えば腕を動かすなどの指示を送っているのです。人間の体を電気信号用の超高速道路と考えると分かりやすいでしょう。皆さんの歯は体内で唯一自己治癒できない部分です。だからこそ歯医者という職業が生まれました。しかし歯を覆っているエナメルは体内でも最も硬い成分の一つと言えるでしょう。科学者たちは瞳孔が大きい人の方が問題解決に長けていることを発見しました。大きな瞳孔を持つ人の方が集中力を保ち、邪魔になるものを無視することが得意であることも分かっています。なんと記憶力も優れているんです。うわあ、あまり魅力的ではない外見の持ち主であるこの魚でも、それが理由でインターネット上で有名になったんです。だけどちょっと不公平な競争だったかもしれませんね。ここで言っているのは唯一無二の入道カジカのこと。以前この魚は水族館でも見られましたが、ネバネバでヌルヌルの塊のように見えただけだったんです。でも自然の生息地である海中では
他の普通の魚のように見えるんです。入道カジカはオーストラリア沖の深海に生息していて、深海約900メートルで繁殖しています。この深海での圧力は普通の気圧の約120倍。実際この深さまで潜れるのは頑丈な潜水艦だけなんです。このたるんだ生物には骨や筋肉があまりなく、水中での極端な圧力に耐えるために肉がゼリー状になっているんです。ホオジロザメも水族館にはいませんよね。多くの水族館は以前タンク内で他のサメと一緒にホオジロザメを飼育しようと試みましたが、うまくいかなかったのです。ホオジロザメは餌を食べなくなり、泳ぐのにも苦労したほどでした。それにそのサイズに合わせた巨大なタンクを用意するには数百万リットルの水が必要だったので、コストが高く採算が取れなかったようです。ホオジロザメは一つの水域に長く滞在することを嫌います。長距離を泳ぐため開放水域を好むのです。これらの理由により1970年代以降は飼育されていません。アジアのユニコーンとしてよく知られているサオラは1992年に発見されたばかり。ラオスとベトナムの間にある安南山脈の傾斜地に生息しています。カモシカのように見えますが、遺伝子検査により牛と密接に関連していることが分かりました。サオラは世界で最も希少な大型哺乳類の一つなんです。研究によると野生には70頭から750頭しか生息していないと言われています。その数はかなり広い範囲で見積もられていますよね。実際に専門家が発見することができないので、具体的な数を出すことができないのです。現在までに捕獲し研究することができたのは2頭だけなんです。次は海のユニコーンであるイッカク。この生物の数は8万頭を超えていますが、未だに絶滅の危機に瀕しているのです。イッカクには頭から突き出た長くて細い牙があります。実はこのユニコーンのような牙は3メートルまで成長する歯なんです。クジラ科に属していますが、クジラとは違い回遊することはありません。イッカクはグリーンランド、カナダ、ノルウェー、ロシアに面した北極海に生息しています。野生だと50年まで生きられますが、飼育下ではそこまで生きることはできません。ですので見たくても水族館で探すのは諦めてください。これまでの他の動物とは違い、ツバメは多くの場所で見られます。頭から尻尾まで生えている美しい青い羽を見ればツバメだとわかりますよね。ツバメは最も広く繁殖している種の一つであるにもかかわらず、動物園には適していないんです。空中で飛んでいるハエなどの虫を捕まえて餌にしています。ですので十分に飛び回れる巨大なカゴの中に住まなければなりません。そしてほとんどの動物園ではそのような施設を提供することができないのです。世界中では多くの西ローランドゴリラが飼育されていますが、マウンテンゴリラは飼育されていません。この類人猿は毛が長く、茶色というよりも灰色がかっています。野生にも約1000頭しか生存していないので、絶滅危惧種に指定されているんです。マウンテンゴリラは通常1日の時間の約4分の1を食事に費やします。60年代から70年代にかけて捕獲して数を増やそうとする動きがありましたが、不可能でした。特別な食事の必要性により、閉鎖された環境下ではうまく育たないからです。そしてその条件が満たされないとゴリラの健康は著しく低下してしまうのです。もう一つの問題はストレスの可能性があります。これにより現在ではマウンテンゴリラを飼育している施設はありません。次は水中に戻りダイオウイカを見てみましょう。この巨大な生物はクラーケンの言い伝えに影響を与えましたが、科学者にとっては現在も謎のままなんです。深海に生息しているので研究するのが困難だからです。科学者たちは
ごく稀に岸に打ち上げられたものを研究することしかできませんでした。ですが2004年、日本の研究者たちは生きているダイオウイカの写真を撮影することに成功。その2年後、彼らは水上に引き上げることにも成功しました。このイカは海の奥深くに生息していて、目の大きさはビーチボールと同じくらいあります。そして深海のものすごく暗い場所であっても周りのものを見ることができるんです。今日に至るまでダイオウイカは研究するために捕獲されたり飼育されたりしたことはありません。次は地球上で最も希少な大型哺乳類であるジャワサイを見てみましょう。現在その数は70頭未満で、すべてインドネシアジャワ島の国立公園に生息しています。5種のサイの中で最も絶滅の可能性が高い種なのです。科学者たちは30年から40年以内には絶滅してしまうであろうと推測しています。またこの地域は津波に対しても無防備であり、近くには多くの活火山があります。これらの火山の一つが噴火した場合、ジャワサイは絶滅してしまうかもしれないのです。インドリという生物を知っている人は少ないのでは？マダガスカルに生息していて、木に登って動き回り餌を取るユニークな霊長類です。この動物は野生だと15年から18年生きますが、飼育下では1年ほどしか生きられません。その理由はストレスや混乱にうまく対処できないからだと考えられています。専門家たちは特別な餌を必要とすることにより飼育することはできないと考えています。その上、インドリは野生で生活しない限り繁殖しないということが分かりました。ヒメアルマジロには翼もありませんし、魔法が使えるわけでもありません。でも、この可愛らしい小動物はラジエーターのように機能するピンクがかった殻を持っています。アルマジロの種の中で一番小さく分厚い前爪を使って、主に夜間に地中を掘り進む習性があります。科学者たちは捕獲するどころかほとんど発見できないので、この種を研究することはできていません。さらに中央アルゼンチンでしかお目にかかれないのです。動物園には珍しい虫がたくさんいますが、キリン首長落とし踏みを目にすることは絶対にありません。ちなみに、なんて名前だと思っているあなた、それはこの虫が巣を作るために非常に長い首を持っているからなんです。彼らはほとんどの時間をノボタン科の植物を食べて過ごしています。ニュージーランドにはキリンゾウムシと呼ばれる別の虫がいますが、興味深いことに全く別の種なんです。地球の最深部にはマリアナスネイルフィッシュが生息しています。この生物はなんと深海約8000メートルで繁栄しているんです。そしてその深さは飛行機の飛行高度と同じくらいの距離。このような深海での圧力は非常に強力。それはまるでゾウが私たちのつま先に立った時にかかる圧力と同じようなものなんです。痛い。ですので水族館の浅瀬では飼育できないというわけ。次の深海の生物は十文字ダコです。深海約4000メートルに生息しています。この深さだと滅多に脅威にさらされることがないので、この種の小さなタコは他のタコのように敵から逃れるための墨袋を持っていません。そしてアンブレラオクトパス科に属しています。足は水かきのような皮でつながっているので、泳いでいる時には傘のように見えるんです。十文字ダコを見た人はあまりいませんが、絶滅危惧種ではありません。この生物には天敵がいないのです。最後になりますが、海洋動物が水族館で生きられるかどうかの最も重要な決定事項の一つはそのサイズ。シロナガスクジラの例を挙げると、水族館が海と同じくらい大きくない限り飼育することはできません。そして大きな動物は大量の餌を必要とするので、水族館にはそのための予算もないということです。シロナガスクジラの数は2万5000頭以下であり、絶滅危惧種に指定されています。
この海洋哺乳類は数千キロ以上移動する習性があります。シロナガスクジラはこのような長距離を泳ぐために泳いでいる間にも眠ることができるんです。でも決して完全に無意識になることはありません。水中をクルージングしながら軽くお昼寝しているだけなんです。さすがに地球上最大の生物なだけありますよね。